はい、秘密の駅からスーザンチャンネルのお時間でございます。こんにちは。このチャンネルでは全国の道の駅の魅力や見どころを道の駅大好きなスーザンが紹介するチャンネルでございます。まずね、道の駅が何かわからない方は道の駅説明動画っていうのを概要欄に貼ってますんで、その動画チェックしていただいてからこの動画見ていただければなと思っております。ということで、本日6月26日でございます。今日はね、はい、新しい道の駅のグランドオープンです。おー、出た。ということで、本日紹介する道の駅はこちら、神奈川県南足柄市道の駅足柄金太郎のふるさとでございます。見て、車も人も自転車もバイクも人めっちゃ多いからな。嫌な予感しかしないんですよ。行列がもう見えるんだ。入場制限行ってみよう。大丈夫、行ってみましょう。行ってみましょう。多いね。何ですかこれ。こっちか。ちょっと入場制限、急ぐ急ぐ。敷地、ね、はみ出ちゃいました。こんな混んでるの見たことないでしょ。まあ、正直ない。混んでるといえども中は全然入れるし、止めらんねえな駐車場っつって、うん、でも店内まあまあまあ普通。車の中とかでなんかこの、まあね、寝てる人とかもいるわけです、まあ、普通は。今日はいない、今日はいない。そうやろね、今日いたら何してんの。もったいないね。こんな来るんよね。まあ、注目度がそれほどすごいってことじゃないですか。どういう人かな。地元の人もいるけど、地元の人もいるし、道の駅マニアというか、だって道の駅切符って販売されてるんですけど、それをオープン初日ということで記念に買っていく人がもうオープン前から並んでるという状態です。そうなんですか。道の駅切符ってまず何なんていう。道の駅切符っていうのは、まあ、どの道の駅にもあるんですけど、うん、切符が販売されてるんですよ、駅のように。だから駅の切符だって、それなくても入れるわけでしょ。違う、その持ってないよ。違う、違う、その改札があるわけじゃなくて、いい記念コレクションとして。あー、そういうのあるんや。ピーダとスイカ。ピーダと道の駅スイカないよ。道の駅スイカですか。違う、カメラマン。パスもパスもパスも。おい、カメラマン同士で盛り上がる。地下鉄そこで喋り出すんだ。お前コレクション品だと思ってくれる。あー、なるほど。はい、じゃあ直売所入っていきます。すごく混んでるんでね。そう、パッパッパッ多分行っちゃうんで。出た、このカードショップみたいな売り方。これが言ってた。そう、言ってた、以前動画でね、言った、すごいな。そうで、こうやって見るとめちゃくちゃ綺麗でしょ。色とりどりで、うん、ね、キノコセット来た。ちょっといいっすね。山有名ですからね。はいはい、金太郎のね。はいはい、金太郎の山。いいね、こういうなんかめちゃめちゃいいじゃないですか。山の幸が食える、うん、コリンキーっていうかぼちゃ、ちょっと待って、珍しくない。なんかあのパンプキンって感じですね。そうそうそう、なんかハロウィンっぽい。俺とお前があるよ、俺とお前と。ちくちゃん、俺とお前とじゃないよ。俺とお前とがある、俺とお前とがある。そういうことっすか。ややこしい。カットしたし。カットされますよ、多分。茎ブロッコリー、白キュウリ、珍しいやつばっかり出てきた。いいね、なんかいい。だからやっぱ道の駅特有の慌ただしいせいかさ、もう俺らの撮影も急ピッチなんだよ。お、細人参。細人参と、お、すげえ。これでワンセット。細長人参ですね。細長、細長。出ました、玉ねぎ。皮も浮かれてんの。ねえ、なんかすごいね。ちょっと野菜がすごいね、テンション上がる。何野菜。あー、食べたいっすね。もう一般の方もね、これ何をするか悩んでますよ。今日オープンしたっていうんで、はいはいはい、何かあるのかなっての楽しみに。あー、そうなんすね。ありがとうございます。カットで。手作りのね、こういうのあるよ。あ、こういうのあるんだ。女性もね、こういうの見て楽しいですよね。そうなの。なんで女性の気持ち全くわからない。有名なやつ、足柄ちゃんです。お、足柄ちゃんって有名なんだ。へぇ、金太郎がね。あ、本当だ。これがトレードマーク。今日はこいつがね、紹介してくれるから、いろいろ仲間になった。ただの金太郎。足柄お抹茶パウンドケーキ。え、あ、なんかすごいな。めちゃめちゃ美味しそう。新商品みたいな感じで。お、女の子好きそうやね。絶対好きですよ。こんにちは。買われてますけど、ひみにんにくの玉ねぎを裸のね、裸体玉ねぎ。何作るんですかそれで。麻婆豆腐。麻婆豆腐全然足りてないじゃん。玉ねぎ使いますけど、はい、カットです。そばやっぱ多いね、どこも。やっぱすごいね、足柄ちゃん。お茶が有名だったそばってどうなんですかね。おそばは割とうまいよ。食べてみたい、美味しそう。香りがね、金団子。もうでもこれはもうさっきと違うタイプの金太郎が。本当だ。なんかこのサイズの割には足がちょっと細いから、足腰が弱そう。ワンピースタイプ。お尻の部分もなんかちょっとやっぱこれモザイクです。これモザイク。筋肉がないから柔らかそう、ね、でもいいな、これ美味しそう、ね、うん、これ絶対美味しい。ごま団子はいいね。絶対美味しい。あ、なんかいいね、こういう
わあ、すげえ。フルーツゼリーって家とか遊びに行ってこんなん置いてあったらちょっと惚れちゃいますよね。惚れる？お母さんとか出してきたら、友達のお母さんが出してきたら、じゃあじゃあそれで惚れるっていうのはまた違うなんでその発想になるんですか。グレグ行くねじゃないですよ。見てください、明太子塩とかあるよ。ほら絶対美味しいやんか。いや俺塩バター気になるな。その絶対美味しいやんか。これこれこれ塩バター。うわ、なんか可愛い入れ物もありがとう誰ですか。試商品あるな、うん、ちょっとね、紹介しきれないな。うん、まあ、ざっとこんな感じですよって次、いきますか。これ、めちゃくちゃ有名なやつです。マジテレビとかでもよく取り上げられてる。そうなんや、はい、まあ、これ書いてあるんですけど、卵かけご飯かけて、よくテレビでは召し上がってるの見たことあります。ウニが 入ってんの、この中に。そうですね、調味料選手権1位ですから。すごい。1本1296円ですから。あー、いいですね。ぜひ売れて、何買っていただきたいです。何ですか。買えるわそれくらい。やかましいわ。かっけえ。買えるわそれくらい。バイトしてるわで、そんなに言わないでください。サイズが分かんない。え、大丈夫ですか。この動画じゃないカレー食う動画みたいになってる。うまい。あれ参考にしよう。いっぱいたくさんありますねみたいな。いっぱいたくさんありますね。いっぱいたくさんありますね。いっぱいたくさんあります。商品が金太の卵です。なんかこんな感じだし、卵型のね、めちゃめちゃ可愛い。本卵見てるよね。うんね、ホワイトチョコで周りをコーティングしてるみたいな。そのまま出てきたらマジで卵だと思いますね。じゃあここに書いてあるけど、やっぱこういう可愛いお尻とか。これモザイクです。これモザイクです。言うの。いやらしい、いやらしい。エッチエッチ。私のお兄ちゃん金太郎ってことですか。妹。じゃあもうなおさらモザイク。エッチ商品、エッチ商品。せめてのゴールデンボーイクッキーですよ。あ、プリントされてるのか。お土産にね、買ったら一番ね、ほら友人や会社の方でバラ巻きクッキー開き直ってるというかね。なんかデモキッチン、お試しができる。へえ、そういうコーナーもある。さっき紹介したの20位だ。おー、ただで食べれるっていいっすよね、ほんと。言い方で言い方。あ、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあいただきましょうかね。試食します。これがウニの香りしますか。あ、ほんとだほんとだ。ウニと醤油のね、ウニの軍艦のような、ウニ軍艦みたいな。へぇ、味はどうだ。え、ウニやん。ウニやね。ほんとですか。ちょっとウニの苦味っていうか。え、ウニじゃないですか。そうなんですよ、さっぱりしてる。大丈夫。なんかほんとウニに醤油垂らして、うん、これを軍艦食ってるような。今日メインかな、足柄牛と相州牛っていうのかな。もう見てこの色合い、やばくない。いい色してるね。そんな高くない。うん、思ったより。うん、肉屋でさ、こんなん出てくる時あるやん。あるね。でもこれ意外と安い方じゃない。安いね。うん、これな、多分舌入れたら溶けるやつ。このね、メイン相州牛、こっちもね、こっちも、いや、豪ね、見た目が豪華。ちょっと違うんよね、この色合いとかもさ。お互い気になったもの持ってきて、うん、じゃんけんで負けた方がそれ購入っていうのをやっちゃう。ちょっと欲しいものを選びましょうか。選びましょう。では皆さん商品選んだと思いますので、はい、この商品を出していきましょう。はい、いきます。せーの、こちらです。待って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 。まあ一人ずつ紹介していきますか。はい、僕から金太郎の卵。いけた。お前は本当安パイな男だな。あの、これを選ぶときに売り切れ寸前にまでなってた。確かにこれメディアの人も取り上げた。僕もこれっすよ。まあ安パイっすね。僕もすいません。あ、どこが。すいません、これ、うん、結構残ってました。そうでしょ。絶対うまいやんだって。この足柄牛うまそうやったよ。1食分のが普通に売ってたって。だ、見たか。これ4食分1000円ぐらいじゃない。2400円だよ。おお、大豆吉田君。はい、これです。これも結構するけどね。あれだね、これの陰に隠れて、これも高いのよ。僕はこれです。足柄お抹茶パウンドケーキ。うわ、自分に正直です。あ、ごめん、ちょっとね。何ですか。期待してたのよ。ごめんごめん。え、僕はだから過去の過ちがあったでしょ。そう、良くないな。カメラマン2人いるって聞いて。カットですかこれ。わかりました。大丈夫です。負けた人ね。はい、はい、最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。よっしゃ。オッケーオッケーオッケー。最初はグーじゃんけんぽい。よっしゃ。よかった。やばい、よい、よかった。待ってくれ。
これだよこれ。皆さん見てください、お二人のこの表情、焦ってます。最初はグーじゃんけんほい。切りつくな。最初はグーじゃんけんほい。よっしゃエンターテイナーエンターテイナーです。やばい、あの今日はあれも取りましょう、お買い上げの金額を。いくらですか。ほら、ちょうどいいでしょ。どうですか、今の気持ち。いや、俺はね、こんなんで日和男にならないから大丈夫、任せとく。やけになってるじゃん。余裕、余裕、正直余裕。さっきの演技っす、演技っす。かっけーな、やっぱ。ということで、特売所以上です。泣きそうじゃないですか。泣きそうです。ありがとうございます。こんなねでっかいカレーと袋それしかないみたいになってますよ。景品もらったり、景品もらったりゲーセンとかで。いやーよかった、でも楽しいね。ほんと商品がいっぱいあってね、いや本当しきれないからさ、実際やっぱ来てから見てもらった方がね、いや早いかもしれないね、うん、俺はなんか調味料のいっぱいあったから、いっぱいあったりとか、そこはなんか面白いなと思って、うん、面白かったね。ああやってデモンストレーションでね食べれるとね、うん、嬉しいし、ただっていいっすよね。あれありがとうございます。ただっていいっすね。いやただっていいっすね。金返ってきた。俺もう言わねえよあのセリフ。はい、ということで直売所こんな感じなんで、次はレストランの方行ってみたいと思います。ぜひ行きましょう。はい、ということでね、レストラン来ましたけど、いやいいね、皆さん選んだ商品こちらです。いやお前らこれやばくない、お前らちょっと待って、俺さ今日出費エグいんやけど。これは2200円ぐらいのローストビーフラーメン、ラーメンで2000円オーバー、スープが牛骨ラーメンっていう、あーラーメンだからちょっと先食べて、あどうぞどうぞ、ちょっと伸びる前にいただきます。あ、うまっ。醤油系なんかな。あーベースは醤油であっさりしてる、すごい豚骨寄りなのかなと思って、ね、全然こってり系ではない。へえ、麺もまたねちょっとちゃんとしてるね。いやこれ細麺が俺好きなんよね。いいね、麺とスープが合う。合うね。いっちゃうんすか、ローストビーフ。いや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 、普通はね、ねサイズ豚骨とね、チャーシューじゃないですか。まあまあそうですよ、牛骨とローストビーフっすよ。いやこれすごいな、柔らか。いや今見たわ、やばいよね。もっと苦戦するかと思ったら、ね、すぐ行きましたね。すげえ噛み切れる、大満足です。おー、僕足柄牛のステーキです。おー、これもお値段一緒なんですよ。いやこれちょっとやべ、うまそう。ちょっとね、一口でいただきます。でもね、溶ける、ほんとに。へぇ、甘い、お肉が。へぇ、バターあったっしょ、たぶんどうかな。ガーリックステーキ、ガーリックステーキ、ガーリックバターなの。めちゃくちゃ濃厚なね、とろけ方した。この赤、赤が、ね、赤でいい、食っていいのってね、この状態で。これ子供の時ダメって言われてた。お腹痛くなるかもしれないと。いやちょっとごめん、今もう全部セリフが抜けるぐらい頭がぼわってなって、そんくらいうまいと、そんくらい美味しい。見てください、ちょっといいですか。これまずこれ値段いくらですか。3500円ぐらい。この3色の何、イクラ、ウニ、大トロでございます。やば、大トロなんだ。まず食べ方があるみたいで、ま、食べ方、醤油を溶いて、でもごまだれ、なんでごまだれ、嘘でしょ、ごまだれをかけろって言われましたね。誰に、誰にかけろって命令する方がいた。最後にだしがあるんですって。あー、なんかあった。最初から最後まで楽しませる気満々じゃない。大トロから行くんですね。いや、いや、いい顔してる。暴力や、暴力。笑うなよ。面白かった、面白かった。あれなんかもう消えてない、うん、口から消えてる。もうない、もう溶けた、溶けた。全然こっち見てくれないじゃないですか、さっきから。めっちゃこの顔が引き締まってる。ウニどうなんて。なんかちょっとウニ押してる感ね。ね、商品もいっぱいありますし。そうそうそう、まあ許されるな、捨てるよ。うーわ。お前ダメよ、そんなウニ。どうだ、濃厚という言葉では表せないレベル。そんなんないよ。一回ウニ食って、うん、ない状態の米を食べないとカバー切れない。まあなるほど、はい、じゃあと以上ということで、ね、まあ以上です。こらこらこらとかちょっと完食しました。最高の食事でした。
決まっちゃったね、言葉気をつけてください。ちょっと玉ねぎ、ちょっと道の駅で食べるレベルではない。なんでさ、俺ら食ってんのって感じだちょっとね、おかしくなる。あれ、売れたっけ売れたっけみたいな、確かに一花咲かせたみたいな。みんなね、なんか豪華なもの食ってるからさ。ちょっとメニューとか映さなかったんですけど、ちゃんとお手軽な足柄茶そばとかもね、700円ぐらいのやつとかあったりするんで、高級なものもあれば、本当こうお手軽なものもあるんで。現場から以上です。ご覧スタンプしていきたいと思いますけどね、できたばっかりの道の駅なんで、スタンプブック載ってないんです。まだ2020年度版のスタンプブック掲載されてないので、こういう感じで用意されてます。はい、これをね、あのスタンプブックにちょっと挟み込みたいと思います。はい、ちょっとね、予想しようかなと思ったけど、おそらくこれですね。まだ分かんないですよ。まあね、まあね。では今回のスタンプ、こちらでございます。おお、全然違うじゃん。え天狗？天狗が何がこれだよ。金太郎伝説もあり、天狗伝説もある。新キャラが急に出てくる。はい、それが道の駅足柄、金太郎のふるさとさんでした。急に誰？というわけで、以上はね、道の駅足柄金太郎ふるさとになってきたわけですけども、すごく魅力のある道の駅で、商品が多かった。そうだよね。グルメがすごい。グルメがね、すごすぎる。進化しすぎてる。グルメを味わうのよしです。し、地元のなんか特産品を見るのもよし、思った以上に進化のすごい道の駅でした。本当すごい充実してたね。はい、動画がね、すごい良かったと思ったら、はい、チャンネル登録と高評価絶対してくれよな。9位決まっちゃってるぞ。またお邪魔じゃなければ通知ボタンもオンにしてもらえれば、幸いです。イエーイ。どうしたんですか一体。行きましょう。食べてからもそうなっちゃった。はい、ということでスーザンチャンネルでした。さよなら。最後はちゃんとしてる。またな。